海でバイバイアイシャドウどうかっていう感じでシーバスに行きましたよ、ね、こんな感じでスタップデがやってます。いや当たりで出した、いけそう。すげえか、友達の船なんだけど。ああ友達が船頭やってたら多分携帯振ってくれるから。ああそうそうそう、ちゃうな。よっしゃ、成功成功食った今年の秋のスタートを飾る一匹目成功よいしょよっしゃ。はい、今年の秋を飾る一匹目はアイバイアイシャットできましたよ、成功くんね。ちょっと試してみたかったレジットデザインのグラススピニングにこういった小型のね、プラグでどうかなと思って、まあいいね、30センチそこそこ結構ね楽しめております。じゃあね、聖子くんには逃げてもらいますよ。こんな感じでアイバイアイショットと聖子くん、じゃあ逃がします。聖子ちゃん聖子ちゃん聖子ちゃん、ほい、はい、アイバイアイシャット2匹目来ましたよ。ねえ聖子ちゃんだけどいい感じでしたね。これねグラスのスピニングだからこういうね、シーバスって結構バラしやすい魚なんですけど、最後まで船までねバレることなく上げることができております。ボートシーバスにね長さ的にもそんな長くないから、10センチぐらいまでの身を使うのにはちょうどいいんじゃないでしょうか。じゃあ、逃がしますね。アイバイアイシャットと、アイバイアイシャットにちょうどいい聖子くんということで、はい逃がします。まあ、あとはルアーローテーション、カラーローテーションで魚飽きさせないように重ねてくって感じかな。もしくはそのまあ食う場所さえ特定できれば自分の好きなルアーであとはこうやって食わせるだけだから。おおおおお、カモンカモン、よいしょ。まだねちょっとサイズがちっちゃいね。でも通す場所さえ通せばこういう16センチ近いミノーでも来るっていうそういう感じですな。はい、メガバスのビッグミノー、カナタにカナタとね似たようなサイズの魚が来ましたね。まあまあ頑張ります。これ本当ね、カナタと同じぐらいじゃん。じゃあ逃がします。